ジェンクの公式ウェブラジオジェンラジ。皆さんこんばんは、緑川ひかるです。内田彩です。高木ゆりかです。ジェンクの公式ウェブラジオジェンラジ、今週もスタートしました。さて今週も広めのスタジオでアクリル板を設置した上でジェンラジをお届けしていきますが、はい、うさみさん、もう今週もお休みです。やばいじゃん、帰ってきて。まあ、ずっと長い間副反応で苦しんでるわけではないので、まあ、チェンラジリスナーだったらちょっと察していただけるかと。さすがにそんなにねやばいんで、ちょっとその辺は声出していただけると。はい、さあ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 、そんな間にですよ、コラボ武器が実装されましたね。はい、皆さんゲットしたかな、みんなゲットできてるかな、ね、どうですかね。リングガチャの方でね、2個目以降もこう欲しい人はやっていただければ出る可能性があるので、ね、はい、たくさんゲットしていただけると嬉しいんですけれども、はい、もうやっぱりあのモデリングがあるのならば、やっぱシュザンちゃんのぬいぐるみを本部に置きたいなっていう。あー、確かに。だってなんか割とね、一から作るわけじゃないからさ、はい、いけそうじゃん。いけそう。それで言うんだったら、あれ欲しいんだよな、リーニャのスキルでさ、こう範囲を出すときにさ、青い炎がメラメラしてるろうそくが乗ってる食材があるじゃん。 あ、はい、あれこう四隅をこうなってるんだけど、はい、あれ置きたい。あメラメラ、あちょっと僕良くない雰囲気。確かに。それももうモデルあるからさ、はいはい、そこまでなんかゼロから作るわけじゃないから、なんかちょっと希望が、あれ置きたいよね。置きたい。青い子のメラメラ。もうすぐハロウィンですし。でそうすると前回のなんか話題で出たあのカーテン敷いてちょっと光を、遮断して遮断して、あでもそうか、その窓の明かり消しても部屋はまあ明るいもんね、はい、電気ついてるんですかね、電気外の光なのか外の光頼りなのかちょっと分かりませんけれどもね。でもちょっとそういう期待、はい、モデルあるから期待しちゃうところもありますけれどもね。はい、いろいろ期待はしつつ、私も早く壁か床を変えたいので、セガさんお願いしますということで始めていきましょう。ジェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジである。改めまして、緑川ひかるです。内田彩です。高木ゆりかです。ではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題してアルカナメール。こちらヒロさんからいただきました。女子チームの皆さん、インテリアコイン欲しいですよね。欲しい。なんか怪しいな。欲しい。どういう話題になってくる。欲しい。絆の大出撃 S ランク出したいですよね。出したい。出したい。絆の大出撃のダメージが上がる要素覚えてますか？大出撃の遊び方にも書いてありますが、キャラのレベル（ステータス）限界突破、キャラクタークエストのクリア、新アイドの4つです。3部の頃ステータスが高いレジェンドバージョンより1部2部バージョンが出撃することが多かったので、キャラクタークエストの数は影響が大きいかなと思います。最大レベルが高くて最大原価突破数が多くてキャラクタークエストが多いキャラクター、はい、天馬ちゃんです。私は新服がレベル100になった頃にポツポツ S ランクが出始めたので、天馬育成おすすめですといただきました。こちらインテリアコインを少しでも多く集める方法。あったったった新服、新服持ってない、果てしないですね、うん、多分今井さんが一番きっと女子チームの中では近いですよね。天馬頑張ろうかなって、はい、聞いた気がするなんかまあね、これ今回の見てもさ、はいはい、貢献キャラクター遊戯と福とって書いてあるけど、俺の天馬さ、うん、
一応いるしな。やっぱりいますね。入ってきてるからやっぱ強い強いからなんか勝手に入ってきちゃうんだろう、ね、勝手に入ってきてでほらとりあえずこの間のさなんか等しくこう親愛度を上げてくれるやつで、はいはい、この辺を中心に上げてるから一応200超えはしてるんだ。あ基本上がりにくいじゃん、はい、好物がない人たちは、はい、人じゃねえけどさあとはまあこの貢献アップって出てるキャラメインで親愛度上げてってやるとこの期間中はまあ有利だよね。今もどれを上げるかって言ったらね、はい、うん、今じゃあね遊戯新しいところ、はい、育てて損はないからいっぱいあげようかな。でもそうだほらだってこれなんだっけ名前ひざさん違うよ違います。ひざルビンじゃなかった。何でしたっけ？ジョージさんのね。俺もだってさ、この何遊戯と福とじゃないけどいて、信頼度6でもいるもんね。これだってやっぱもっと上げ、そのああいう期間に上げてあげられたら、うん、結構貢献してる、してくれるんじゃない？もともと能力が高いからね、天馬はね。そういうことでしょ。やばい天馬さんあげるか。あげないと。ああそっか。 S ランクってどれぐらい出ておりますか？え割と出てるよ。で8割ぐらいかな。あでもそれミルカさんでもでももう運だね。ほらなんかさ、はい、なんかチェーン数だかなんかあるじゃん、はいはい、だいたい20超えてると S 出てるけど場合にほらその所属どれが貢献キャラクターによって出ない時も、うん、A プラスだっけかの時もあるよ、それは運だね割とその辺は。そうなんですね。私未だに S が出ないんですよね私も一回も出たことないよな。あでもやっぱキャラクタークエストかもしれないですね。キャラクタークエストは上がりやすいからやってないんだったらやった方がいい、うん、今見たんですけど、うん、空欄の子たちめちゃ多かったそこだ。あこれで比べてみたらいいじゃん。俺も別にそんなに異常に高くないと思うけど総戦力がだいたい80万ちょいぐらいだからこれで20チェーン以上出ると S行くかなっていう。あじゃあ全然足りてない全然足りてない59万。それは出ない、ね、俺がそのぐらいだから、はい、総戦力が足りない。全然足りない足りない全然足りてない。確かにここをちょっと上げるのに集中するのもいいかもしれない、うんうんうん、とりあえず私キャラクリ頑張キャラクエを頑張る。でも頑張ろう。遊戯の子たちのキャラクエと親愛度めっちゃ上げよう今はね、はい、私も見てなんか、うん、頑張ります、はい、皆さんメッセージありがとうございました。はい、今週は私がちょっとプレイしたいと思うんですけれども、なんかねもう長いこと今井さんのプレイが見られなくてねファンの人に申し訳ないなって思うんですけれども帰ってきた暁にはもうずっとやってもらおうかなと。そうですね地獄もう永遠ともうね何週もやっていただこうと思っているのでその辺はねちょっとファンの皆さんご容赦ください。ちゃんとね目立つようにたっぷりやっていただきますので。はい、今日はですね僕多分何回か前にもうインテリア芸人になる割ともうね、はい、癒しを求めてみたいな感じで、はい、プレイしてるんですけど、それが最近の僕のプレイスタイルなんですが、はい、あー疲れたな、なんかちょっと癒しが欲しいなっていう時に、はい、ちょっと取る行動をお見せしたいと思います、はい、じゃあこれでこのパーティーでなんとなく普通のクエストいきますね。はい、うん、とねこのメンツのねスキルがね好きなんですよ。いきますよ、はい、見てください。あ緑綺麗あーすげー緑綺麗癒しの緑が、はい、すっげー綺麗いいでねこの最近の、はい、ミュージカもこのね緑と青のこのバランスが綺麗綺麗ですよね。それで
やっぱ緑川といったらこう魔法人なんですけれども、はい、あー魔法人かっけー、あー雪すっげー綺麗このイスルムさんかっこいい、このさ、まあ、この定期的にふわーんって、うんうんうん、この周りもそうだけどふわーんふわーんって、うん、これがあそれでですね最近強化されましたエイレンズさん、お、これもねあんま使った記憶あります？ないです、ね、これ魔法人なんですけどちょっとね魔法人自体中二っぽいと僕は思うんですけどさらになんか中二っぽい魔法人なんですよ、うん、ほら形がおお面白いですね、なんかちょっと尖ってるこの形いきますよほら、本当だ、なんかねあんま見たことない魔法人ですよね、はいはい、それであれですよ僕最近さあおー綺麗、すごいそれちょっとさあの始まって以来じゃないですか止めたのこんな技があったんですね、こんな技がねこれはこれスクショですよこのなんかさ矢がすごいねすごいやこれ誰のこれムジカのムジカだシュルルルルみたいな、こんなことできるんですか、できますよ、知らなかった、再開するではなくってことですか、じゃあちょっとじゃあこれのあれもいい、はい、あー全然ダメ全然ダメだ、ちょっと早かった、表示オンにするんですね、そう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 、面白いこれどこここあー消えてたな消えましたみたいなのもいいわけでしょ、遊び方的に知らないね、すごいなかなか止める機会もないですけどね、いいですよね、いざという時のスクショタイミングにいいですね、さあこれ動いてるんですよ、すごい、知らなかったでしょ、知らなかったんです面白いでしょ意外と止めてみると緑川さんこれいつ発見したんですか、最近いやあまりに綺麗すぎてちょっと止めたいなと思って、それでなんか割とここだけでも楽しいじゃないですか、はいはい、自分の好きな感じのスキルが集まっててね、うんうん、それで本部に戻るわけですよ、はい、そここからの、お、挑戦しません、だこれで義勇軍本部に戻って、前なんかこんなインテリアあったら癒されるなみたいなのあったじゃないですか、で割とほらこのムジカのこのねホタルじゃないけど、はいはい、このいい感じにファン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 ってなってるの見てるだけでもちょっと癒されるなっていう確かにの思ったんですよ、うん、でまあずっと前に紹介した時この子入ってたと思うんですよ、ね、はい、割と僕好みだって言って、はい、ほんとね癒されるカラーリングだな、で僕多分全キャラで一番これが好き、すっごい可愛くない？かわいい。いや顔もそうだし、うん、色合いもそうだし、うん、このな何左右非対称な上の飾りとかも抜群に、うんうん、俺多分全キャラ中トップで好き、このモデリング、すっごい可愛い、すごい好み。確かに細かいですしね。うん、まあ、それは別に置いといて出てなかったんでね、これエレンさんあとね1凸でマックスなんですよ、なんとか、まあ、まだちょっとうちらの時間軸ではイベント続いてるんですけど、はい、なんとかちょっとね今回のイベントでマックスにしたいなとは思ってはいるんですけど、ね、相当強いらしいですよ、情報調整されて、はい、あーかわいい、ね、確かに綺麗、ちょっと怪しい雰囲気はあるんですけれども、衣装がさちょっと中二心をくすぐるんですよ、割とあの肩のところの模様とか骨っぽい羽とか、はいはい、かわいい、ちょっと思いっきり私でしょ、一番は私でしょ、思いっきりかぶ、まあ、あなたの方が好きですけどかぶ思いっきりかぶってきてる、めっちゃかぶってきてる、まあそんな感じでちょっとね、癒される、普通にこうゆるくクエストやっても楽しいですし、ここに帰ってきて、はい、あー自分の推したち可愛いなとかって、でその前言ってたその光のちょっと癒されるっていうのはこのムジカから撮ったりとか、うんうんうん、ね、
でまあごめんなさい、インテリア的には何もいじってないんですけれども、うん、特になんか動きないからちょっと今買っちゃおうかな的な、なるべく腐らないものがいいなと思ってるんですよ、はい、あのまあいろいろこう壁床のスキン的なものが来た時にちょっとそっち系はね、うんうん、持ってはいるけど使わないっていうのはちょっと無駄になっちゃうんで、はい、この奥にあるこの白い植物買ってみようかな。なんかそういうのだったらね、どんな状態でも起きそうじゃない？確かに使えますね。植物。これまあ1個買えばランクもちょっと上がるしな。よかった。おめでとう。お金持ち。間違いない。まあどこでも結構いっぱいあっても綺麗かなって、この下の白いのがね、はい、いい塩梅かなの、とりあえずまあこの辺に置いてきますけど、おー、まあ、ちょうど気力50になったということでね、すごい、なんかみんな餌くれみたいな、みんな欲しがってますね。みんな激しく餌くれ状態、ちょっとびっくりしましたけどね。はい、この後もねなんか素敵なインテリアがぜひぜひ実装されるのを楽しみにしております、うん、はい、そんなわけで今回は緑川がお送りしました。癒されました。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、続いてはこちらのコーナー、チェンラジミッション。チェンクロチームから寄せられたミッションを私たちとチェンクロユーザーの皆さんで考えて、チェンクロ内のいろいろなことを決めていこうというコーナーです。今回はこちらをお届けします。義勇軍本部のオリジナルインテリアを考えろ。義勇軍本部に新たに実装されたインテリア機能、今回はリスナーの皆さんと私たちで義勇軍本部のインテリアを考えていきたいと思います。リスナーの皆さんはどんなインテリアが欲しいのでしょうか。早速メッセージご紹介していきます。こちら味噌煮込みさんからいただきました、私が欲しいインテリアはズバリぬるぬる滑る床です。歩き回るキャラがうっかり踏むと転んで滑っていったり、網に捕まって連れ去られたり、他にもアスレチックの遊具のようなキャラが遊び回るものが欲しいですといただきました。ぬるぬる滑る、まあ、滑るじゃなくてもそのエリアに来るとなんかアクションをっていう、うん、あ、宙に浮いたりとかね宙に浮く、うん、なんかそれを置くことによって、うーん、なんかジャンプ、ジャンプとかがあるので、うんうんうん、なんかそういう跳ねるなんかトランポリン的なものとかはいけるんですかね、もしかしたら。俺落とし穴でいい。落とし穴、そこに入ったらいなくなる。いつ帰ってくるんですか落ちちゃった人。一回外に出てもう一回落としするまで帰ってこないと、かわいそう、かわいそうに。いいな、落とし穴なんか掘ってくれそうな。もうちょっと、もうちょい前、もうちょい前、あー戻っちゃったやばい、いいな、土妖精とかに頼んでカンカン、あー、シュザとかしたら超面白いよ。あ、もう絶対怖いですよ戻ってきた瞬間にみんなやられますよね。いいねいいね怖い、狙ってるかもしれないですよね、その穴からスッて出てくるかもしれない、確かにジャンプ力がすごいかもしれない。恐ろしいことを考えてしまいました、ね、ちょっと可愛いアイディアを紹介します。はい、響さんからいただきました。僕が義勇軍本部で欲しいインテリアは小物を複数飾れるような棚です。お、小物というのはお酒類とかドール類になると思うのですが、うんうん、棚は通常のインテリアサイズで中に少し縮小された小物が並ぶというイメージです。小物同士の組み合わせになってしまうためすぐには難しいと思いますが、いつかそういうことができるようになったらもっと楽しめそうだなと思いました。個人的にもお酒を複数購入して集めているのでまとめて飾るというのは夢ですね。確かに今直置きかテーブルの上に置くか、はい、そうですねって感じですもんね。確かに私もお酒並べてみたいですね。ねえ、
いいな、瓶いっぱい欲しいですね。上この俺武器飾りたいな。武器ね、いろいろあって持ち帰りスキンとかでもできるようになったけど、うんうん、展示できたらちょっとあこいつ飾りたいなっていうのはあるかもしれない、ね、うんうんうんなんか可愛くて誰にもあげられてないけど持ってるみたいなやつをこう飾ることによって使い道ができるから使えるかもしれない。確かに。でも武器は本当に早くなんかこう立ててくれるやつ欲しいですね。今横になってますもんね。床に直置きかテーブルに直置き。ここ歩いた時にね刺さるし切れる危ないですねさっき堂々と歩いてました、うん、欲しい、はい、棚飾れる棚、うん、欲しいですね。欲しい、うん、はい。ということで皆さん引き続き、芸軍本部に置きたいインテリアぜひ教えてください。以上チェンラジミッションでした。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。続いてはこちらのコーナー、インスタ映えするチェンクロ。リスナーさんからハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で入るチェンクロ画像を募集、みんなで見ていきたいと思います。それでは早速ご紹介します。こちら、お白の戦士かっこ白のひよにさんからいただきました。もう結構揃ってきたんじゃないですか、うん、今回か次回でひよにさんになるんでしたっけ。あれ元に戻るんです。元に戻る元に戻る頑張ってください。2人でデートといただきました。それでは見ていきますよ。せーの、ドン。これはいいですね。かわいい。いやこれ一緒ぐらいだっけ実装されたのね。はい確かに同じイベントだった気がします。めっちゃラブラブ。いいこれいいな。めっちゃかわいい。フィリアナの伝授必殺なんだ。バレンタインとかですかね。でもこんなにハート大きい大きいのすごい。どういう、かわいい。あ、それこそさっきの緑川さんの、うん、あのタイミングで撮ったんですかね。表示オンいやそれそうでしょ。オンじゃん、うん、すごい。いや、いい、いいカップル。あの反響のやつは最新のエシャルの海の女王のやつですかね。はあはあはあ、反響をこういう風に使うのおしゃれだし、ハートをこうやって見るとバリエーションすごいある。確かにかわいい。ありがとうございます、ね。続いてこちら、リーさんからいただきました。タイトル、みんなを招待ということで見ていきます。せーの、ドン。あ、かわいい。かわいい。あ、これ昔バージョン。すごい。これでもインテリアコイン結構使ってますね。うん。ぬいぐるみがいっぱい。全部並んでるドール。すごい。え、かわいいな、やっぱり並べると。てか、なんか模様替えしたら知らせてくださいね。お宅拝見しますから。はい、お金を貯まるまでコインを貯まってください。まあ、なんか一応ね、確かにコインの稼ぎ方も若干分かったかと思う、はい、そうですね、はい、天馬さんがやっぱりね。いや俺はやりますよ、あのもともと好きだから、はい、でもやっぱ女性的な何選ぶそういうアイテムとか配置とかもぜひもちろん見たいので、ちょっとうちぜひ遊びに来てくださいって言ってくださいね、はい、そうですね。実装された壁紙壁紙待ってます、はい。続いてニキューさんからいただきました。タイトル、チェンクロハーってことで見ていきます。せーの本当だ。もう誰がいるかわからないよ。何がどうしてこうなったんだ。すごいすごい。これはハーですね。すごい、うん、すごいけど誰がいるんだろう。今2人しか確認できないよ。そうですね。あとなんかこの赤いのは何なんだろうか。すごい、スイカが崩れ、あ、スイカ？スイカじゃないか。
すごい。確かになんか こんな大きくカットされてないです。種が飛び散ってるようにかも見えなくなっちゃった。スイカの種。スイカに見えてきた。でもね、一番上の人楽しそうですね。確かに。めちゃくちゃいい表情してます。これは面白い。何、なんでこうなったのかすごい気になりますけど。あとはもうスイカ、スイカにしたね。ありがとうございます。続いてご紹介します。マルシェさんからいただきました。タイトル、パペットマペットということで見ていきます。せーの、ドン。おお。あ、こう、すごい。右と左でパペットマペット。この技すごいですね。スキル、あ、スキル、そっか、よく見ると下にもう一人、うん、そうですね、同じ方が。怖い怖い。迫力がすごい、うん、もうこの新しい銀狼の、うん、に戻った元、うんうんうん、モロレータさんがもう可愛らしすぎて、すごい、すごい、こんなにじっくりスキルを見たことがなかったので、ぜひ止めてください。止めるとね、こんな綺麗に止めると発見が、ね、またあるので、うん、かっこいい。いや、めちゃ可愛い。すごい、ありがとうございます。では続いてこちらご紹介します。チャックさんからいただきました。タイトル、どんないいことあったか知らないけど飛びすぎだよということで見ていきます。せーの、あ、私、あ、リーチェ。かわいい。飛びすぎだよ。あ、めっちゃびっくりされてる。本当だ、すごい。え、かわいい。すごい、絵本の中に出てきそうな顔してますね。え、ちなみにその演じてるエリポン的には、はいはい、普段どんなことがあったらこのぐらい飛ぶ？私はなんだろう、宝くじ当たったとかですかね。見てーなー。そしたら私後ろでこの顔したいよね。本当に当たった。いくら当たったんだろう。宝くじ当たったらこれぐらい飛び跳ねる気がします。いくら、いくら当たったら、いくら、いくらから、いくら、いくら、うん、33億？3億。3億のジャンプですか。確かに足りないですね。3億当たらないとできないです、ね。なるほどね。3億だったら飛ぶかもしれないですね。リーチェはね、どんな良いことがあったんだろう。3億にしか見えない。確かに。はい、ということで皆さんありがとうございます。ハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で画像を投稿してください。ハッシュタグチェンラジ投稿とついている場合はどんどん番組でご紹介させていただきます。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジだって、わあ、にゃんにゃん。さあ、この後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします。今回はリクエストをいただきました。ペンネーム、ももてやんさん。もうすぐお月見の時期、今年は2013年以来の満月当時に十五夜があるとのことで、ある意味レアな年ですね。そこでお月見と相性のいい給料のメンバーがお月見を楽しむ姿が見たいです。みんなお団子たくさん食べるのかな、とても気になります、ということで、今回の配役は私が三島とヤイトとシュザ、私内田彩がレミラとオズミです。私高木ゆりかがアリーチェとモガリです。それでは行ってみましょう。チェンラジラジオドラマスタート。ねえ三島、ススキってこんな感じに飾ればいいの？これで合ってる？そう、形式ばる必要はないぞ。月を楽しみ、酒を楽しむ、月見なぞ、それで十分よ。でも給料の伝統行事でしょ、しきたりとかいろいろあるんじゃないの？すすきと団子があれば十分であろう。俺は酒さえあればよい。もう、ああ、そうだ、お団子
春日が来られなくなっちゃったから私がお団子も作るんだった。大変大変。くつくつくつ。お団子作りなら我らにお任せあれ。ああごめんねひよにちゃんたち、今日は忙しいから相手をしていられないんだ。はい、お庭で遊んできてね。つまみ出さんといて。わしらお手伝いしに来たの。お団子作れるから。わしらちゃんと春日に習ったことあるから。え、そうなの？うん、なんやっけ、白のなんちゃらの日、その時にね、習ったんよ。おお、そういえば春日から聞いた気がするな。白き鮎の日にひよにとしと団子を作ったと。そう、それというわけで団子はひよにに任しときんしゃい。本当に大丈夫？わしらを信じて、わしらのお団子愛を。そんでご褒美にお団子多めにください。あ、それが目的？じゃあ任せちゃおうかな。春日からもらったレシピを渡しておくから、この通りに作ってね。まあ言うても団子作ったんかなり前やからな。なんやっけ、こねこねするんよね。うん、水と粉を混ぜるのだ。このレミラがくれたレシピなる秘伝書に書いてある。お粉入れて、お水入れて、こね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 。耳たぶくらいの硬さになるまでこねるのだぞ。耳たぶ？誰の？うずみの？うずみの耳は、お、もふもふしてる。もがりの耳ももふもふやな。前作った時こんなんやったっけ。うん、こねていたらもふもふではないが、団子っぽくなってきたぞ。これを丸めればよいのではないか。おお、ええやんええやん、いい感じやん。お月見団子っぽくなってきたやん。はあ、この真っ白なお団子にあんこをたっぷりのせて、考えただけでとろけちゃう。うん、そういえばあんこについてはレシピのどこにも書いておらぬようだな。え、じゃあみたらし？いや、みたらしでもないようだ。丸めて茹でたら終わりのようだぞ。え、マジで？まさかのノーあんこ？そういえば月見の団子は白かった気がするな。真っ白な団子を台の上に積むのだ。うそー、ノーあんことかオンリー白団子とか、そんな夢も希望もあらへんやん。この瞬間うずみはやる気がこそぎ落ちました。あ、もしかしてあんこは中に入るんちゃう？くつくつくつ。見た目はただ白団子、しかしてその実体はあんこ入り。じゃじゃーん。あ、それやん、中に入っとるタイプな。もがりさえてる。しかしレシピにはあんこの作り方を書いておらぬ。どうしたものか。したら本部の中探してみよう。なんか入れるもんあるかも。しかし妙なものだな。貴様とこうして月見酒とは。どうにもこの義勇軍本部とやらに来ると調子が狂う。あ、主座も隊長もここにいたのね。はい、お月見団子をどうぞ。いや、俺はいらぬ。そう言わずに、縁起物なんだから一つくらい食べなさい。はい、ここに置いとくね。強引なやつだな。ま、一つくらいは良いか。どれ、
ちらはチョコが入っておるぞ。うまいが、さすがにこれは。ひよにちゃんたちに任せたのはやっぱり失敗だったか。あ、シュザと隊長に渡したお団子の中身何だったんだろう。はい、今回僕サイン役でちょっといつもより多めだったんですけれども、はい、ちょっと練習してる時にですね、はい、台本を見てる時にですね、はい、いや、ヤイトをやってシュザに言ってたのに、はい、シュザって気がつかないでヤイトの声でシュザのセリフを練習しててちょっと変な感じになってました自分的に。ああ違うわ、ヤイトじゃねえよ不思議な感じ満月の夜にそんなことが起きるかもしれない確かにヤイトさん変化できますからね、うん、なんか巻物で変化してたからでもその時も若干シュザ様、完璧シュザ様ではなかったですもんね、うん、あの時もなんかヤイトンの時だっけ、うん、多分ヤイトンさん、ヤイトンかなんかの時だっけ、はい、あと最後何が入ってたのかがすごい気になって、めっちゃ気になります。何でシュザ様はむせたんだろうね、むせることなんかない、うん、結構むせてましたもんねお酢かなって思いながらお酢お酢かな、あとでどんな目に遭うか分かったもんじゃないですよ怖すぎる、怖い、みんな逃げてはい、そんな感じでですね、次のラジオドラマでは、うん、小ドロも帰ってくるといいですね、うん、はい、え、だからいないのかな、小ドロがなんか入れたのかな、はい、なんかまさか消されて小ドロがはい、さてそんなラジオドラマですが、リスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集します。もしかしたらチャンクロに関する疑問をドラマの中で答えてくれるかも。皆さんメッセージお待ちしています。チャンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。まずはチェンクロ2500万ダウンロード記念ヴィランフェスが開催中です。今回登場したのは追憶の激闘聖王国シュレーミア、騎士のとつぶき、 CV は遠山奈緒さん、イラストは問いはちさんで、こちらは所属が生徒、バトル所属が限定となります。開催期間は9月29日水曜日までです。続いてライバルフェスが現在開催中です。今回登場したのは送別者シェーラスエース僧侶の聖武器、 CV は花澤香菜さん、イラストは萩谷香織さんです。開催期間は9月25日土曜日までです。続いて2500万ダウンロード記念フェス情報です。こちらはなんと初回11連が無料で弾けちゃいます、うん、今回登場するのは元聖人の最高者シャロン、戦士のとつぶき、 CV 遠山奈緒さん、イラストは問い八さんです。開催期間は9月22日水曜日から9月29日水曜日までです。続いて2500万ダウンロード記念イベント、ログインボーナスのお知らせです。9月29日水曜日までの期間中、チェンクロにログインすると毎日インクがもらえます。またイベントデイリーミッションクリアで毎日ガチャコイン50枚ももらえますので、こちらも忘れずにゲットしてください。さらに2500万ダウンロードを記念したツイッターキャンペーンも開催中。9月29日水曜日までチェンクロ公式ツイッターのフォローとキャンペーンツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で25名様にガチャコイン2500枚をプレゼントいたします。詳しくはチェンクロ公式ツイッターをご確認ください。続いて最新情報です。ヒロイック復刻フェスが9月25日土曜日より開催されます。今回復刻するのは未来を紡ぐ白き糸トロメア、魔法使いのまぶき、 CV は三森鈴子さん、イラストは問い八さんです。開催期間は9月29日水曜日までとなっております。以上チェンクロ最新情報でした。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、ゆるぼん頑張って。は
もうコツが分かっただろうから、インテリアコインを。インテリアですよね。インテリアコイン。気がついたら俺に抜かれてたからね。そうですよね。でもさっきほら、はい、お買い物してたから、あ、ちょっと減ったはず。緑川さん、いくらになりました？いや、大して変わんないよ、別に。私ちょっと上がったんじゃないかな。上がってないですかね。俺はだって27,860枚。27,867。60枚。私は27,300枚。おい、もう買い持ちいい。でもまだ買ってないですから、ね、床と、うん、壁を。でもまあね、さっきも言ったけど、その欲しいものを買ってしまうんだったら、それまでのものを引っ込めちゃうわけだからね。まあ賢いやり方かもしれないけれども、うんうん、ランクが上がるとね、日々もらえるやつも変わってくるから、それはどうなんだろうね。そこまで厳密に計算してないからわかんないけどさ、はい、確かに。これもランク50でもらえるのは400。そうなんですよね。ユーリポンは私がランク21で340。思ってるほど離れてないんだよね。もっとなんかランクで言うと離れてるかなと思うけど、そうでもないので、そうでもなかった、うん、じゃあこのまま貯めておいても、はい、そんなに損はなさそうだね。そうですよね、うん、ちょっと貯めておきますよ。もう貯めます。私も貯めます。私も貯めて、はい、周回します。はい、さてさて、この番組は毎週月曜日の19時頃に配信されています。番組では皆さんのメッセージをお待ちしていますよ。温泉の番組ページのメールフォームから送ってね。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/soranohi 9月20日は空の日です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は9月27日月曜日18時59分までです。はい、今日も可愛かったですよ。はい、ということでここまでのお相手は緑川光と内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。